この世には2種類の人間しかいない。静岡県を好きか、これから好きになるか。はい、打倒愛知県静岡 VTuber 橋友蘭でございます。どうもです。第1回、ちょっとしたものなら無限に食いたい男、マクドナルドハッシュドポテト編。そういうわけでございまして、一度やってみたかったんですよ、このハッシュドポテト無限に食いたいってことで。もう何を隠そう、この男身長187センチ、体重130キロ級超級ってことで、ちょっとしたものならね、もう食べる動作をしてる間にもう消化するんで、もうハッシュドポテトならもう永遠に食べ続けられるという数なんですよね。だからもう個数とかもうどうこうの問題じゃなくて、もう無限ですね、領域展開、無限に食うっしょってことで、はい、最強ということですね。はい、では、VTR どうぞ。メモン。で、4袋あって、あ、5袋かな、1袋はこんな感じで、写ってね、布巾が入ってて、あとにもうハッシュドポテトが詰められてるって感じで、かな、まあ、こんな感じでね、引き詰められてるんだけど、結構この感じからね、もうちょっとしっとりし始めてるんだよね。これ気づけばよかった。で、あとはコーラと黒ウロン茶でゼロカロリーって感じ。でね、このね、最初はね、もうめちゃめちゃテンション高くて、食べてるんだけど、実はね、このもう一口目からもう雲行き怪しかったんだよ。そういえば、普通さ、ほら、マックのハッシュドポテトってさ、まあ、店内で食べることが多かったんだけど、いや、持ち帰りしたことほとんどないかな。だけど結構カリカリじゃん。そのイメージでさ、普通に行ったんだけど、もうバリバリ、もう1個目からもうほんとしなしなで、でね、もう袋がね、もうほんとになんかこう湿気でね、結構これもう湿っちゃってて、で、あ、もうなんか、あ、これはちょっと、ん、まあなんかちょっと美味しくないぞってわけじゃないけど、いや、ちょっともうあれって感じになったんでね。でね、もうこのあたりはもう完全にそうなんだけど、もう食べてるじゃん、くっついてもう全然取れない袋に。ね、油と水分なのかな、なんかもう張り付いちゃって、だから本当にもうカリカリさっていうのはね、まあ、ほぼ ゼロになってきた。だからこれね、ミスった。本当に最初にね、うまいことなんかやればいいんだろうけど、もう紙袋の中で蒸されちゃってて、もうこの時にはね、結構もう修復不可能みたいな感じになってるんだよね。でもこっから先のはね、もう全部そう、さっきもそうだけど、もう、まあ、もう全部完全にカリカリっていうのはないから、張り付いたね、もうハッシュドポテトをなんかもう取りながらって感じで、でも袋にめっちゃくっついてるのよ。で、最初はね、ちょっとくっついてるかなぐらいでね、まだ良かったんだけど、なんかもう張り付きがどんどん強くなってて、で、もう本当に袋についてるから、なんかもう袋についたのをこうなんか口で食うみたいな、あ、これきつい、あ、これきついみたいな感じになったよね。だからもう、まあ、この辺から、だから
あの最初のワクワクはもうゼロに近い感じになってきた、うん、だからね、まあ、この後もう個数とかも出るけど、あの乗り気では完全になくなってるね、うん、あもうなんか汚い感じになってるもんね、もうこびりほんとこびりついてるから、食べるたんびにボロボロするし、だからもう今顔モザイクかけてるけど、あの T シャツのあの本当にゴジラみたいな感じで、あの結構なねもうね怒りマークみたいな感じで出てた、もうずっともう終始そうだね。でもねもうこびりついたの取ってるからもうベタベタすぎて、一応なんかもうアルコールティッシュ持ってきたんだけど、もうなもうその都度って感じだったから、もう憂鬱な感じになってきてるんだよ、食いずれ。とにかくだそう、もうこれとか特にもうほぼほぼ7割8割くっついちゃってるって感じで、あのもう憂鬱な気持ちだった。いやうまいんだよ、うまいんだけど、いやうまいっていうかもうそれ以前の問題だったわ、このハッシュドポテト。だこれがね本当にあのスピードも遅くなるし、なんかこう結構サクサクね、最初スピード、まあ、スタートダッシュみたいな感じで食べようっていうのはもう不可能だったって感じだったよね。だから本当にねこれがロスだったな。うん、あーでもこれに至っちゃね、あのはいこんな感じで、ね、もうねもうめちゃめちゃこぼした。もしかも、まあ、きついよね。16、結果は16個でね、俺最後にね食べたね、これが一番うまかった、あのセブンのねスイーツ、うん、そんな感じだよね。ちょっとしたものなら無限に食いたい男、マクドナルドハッシュドポテト編、結果は16個です。はい、これね、いや、あの、いや、これはね、全然食べれなかった。これね、事前にね、動画見てたんだよね、なんか他の YouTuber の方とか。で、なんか普通に、なんか、普通の体型の方って12個とか食べてて、これね、本当にね、40個食べ、いや、流れ的には40個買ったんだけど、40個食べきって、で、結果的には40個じゃ足りませんでしたって終わるつもりでいった、マジで。蓋開けてみたら、いや思ったそれでも思ったより食べれなかった。これねびっくりだ。あのね一つはね、あの寝起きだったっていうのと、昨日の夜ね結構食べてたってことに気づいて、起きてもねそんなお腹空いてなかったんでね、っていうのもあると思う。だからもう本当だったらね、もうちょっと食べれると思うんだよね。あとね、もうとにかくベタベタしてて食べづらくて、私ね、こう見えても大食いじゃなくて、ジャンル的には得意なのは早食いなんですよ。だから、この短時間の間に、どれだけ詰め込めるかっていうので、逆にね、時間かかればかかるほど、もう飽きるっていうかね、なんつったらいいのかな、もう満腹中枢が上がっていくっていう感じで、だから短時間なら、早食いならね、大食いってほら、全国区の人さ、すごいじゃん。だけどね、早食いはね、もう全国クラスだと思ってるから、それがね、全く活かせなかった。だから、まあ、普通の人よりちょっと食べるかなぐらいになっちゃったんだよね。だからね、分かってたわ、これ、マックのさ、モバイルオーダーはさ、20個までなの。注文できるのが。だからね、それでね、こと足りたわ。うん。
だから結果から言うと、もうね、反省あるけど、もし、ハッシュドポテト、大量に食べるって人は、もう店内で可能だったらね、もう店内で食べた方がいいよ。うん。それか、あと、持って帰るときに、どうしたらいいんだろうな。なんかこう、うまいことハッシュドポテト同士を密着させないで、こう、持ってく？だ特に自転車あったからかな。なんか揺れたからか知らんけど、とにかくもうついて食べづらかったから、それがなかったらね、もっといけたと思う。ああ。いや、これは悔しいわ。だからね、40個買って、だから16個食べたから、24個余ってるのよ。これね、明日食べるわ。うん。いけるでしょ。